どうも石崎です、えー、今日は「副文で英語能を作ろう」っていう話をしていくんですけども括弧1ってあるんでねシリーズものなんで続いていくと思います最初はトイックパート5対策でトイック契約を突破した人の話をしながらね副文の重要性を解いていこうと思います英語を難しくする副文なんで僕たちは英語の副文を難しいかって 思うかっていうと日本語には決まった文系決まったフォーマットがないんですよねでも英語はそのフォーマット文系の言語なんですよだから第一文系から第五文系をちゃんと理解すれば英語を読めるようになるんですけど逆に言うとそのフォーマットを理解できてない人は苦しむんですよね文系があるってことはフォーマットが存在してるんですよでそのフォーマットに慣れることがすごい重要で フォーマットに慣れてしまえばね、例えば、メイクとかコールとか、キープとかも、あの、動詞に使われてたら、もしかしたら後ろに語文系が来るんじゃないかってことをね、いちいち思わずして、ちゃんとそれを、あの、思わずにね、無意識に、その文系取ったりできるようになると、本当に英語を読めるようになる、聞けるようになるんですよね。ただ、そのフォーマットを入り組んだものにするのが、副文なんですよね。僕たちが関係代名詞難しいって思うのは、まさしくそれがゆえんなんですよ。副文、 まその前に副文っていうのは1つのセンテンスに SV 構造が2つ以上ある文を言いますねウィキペディア的に言うと術語が2つ以上ある文術語が2つ以上存在する文のことなんですけどもそれだと何のことが意味わかんないんであの具体的に言うと1つのセンテンテスに SV 構造が2つ以上ある文ですね、えー。SV 構造っていうのは S は主語ですねサブジェクトですねで V はバーブですね 主語と動詞主語と述語がある2つ以上ある文を副文って言いますねあるいは関係代名詞を使って入れ子構造になっている文入れ子構造ですよあとは順位接続詞を用いて2つの文をくっつけたもの接続詞ってコンジャンクションって言われるからこうくっつけるんですよねガチッて2つの文をもちろん文センテンスっていうのは SV から構成されてるから SV っていうものを2つくっつけるからやっぱり SV 構造が2つあるんですよね。例で言うと例えばこれこの場合だったら construction will begin が SV の構造を作ってますよね。だから建設がスタートするって意味でしょでもその後に a ズ s u n a z っていう獣医接続詞的な役割を果たすものが入ってその後に AlcityPermits っていうあの主語がまた来てで Authorized と。 ままた来すよね。これも SV 構造が2つあるこういうのってやっぱり読みにくいですよねって話で副文ををすすすするるものは英語を制するんででよ。よそうですよね。だって英語は副文で構成されてるんですからちょっとちゃちゃっと行きすぎましたね副文を制するものは英語を制するんですよね だから特に読解においてねリーディングのスコアを上げたいとかトイックで言うなら o e フルで言うなら英検で言うならあるいは単純に英語力そのものを上げたい英語のを作りたいってい人は副文をたくさん読むと本当にあの英語の文章を読めるようになるんでねだいぶ楽になるんで副文を制するものは英語を制するって言ってるんですよねこれ実例なんですけども僕の受講生さんでその人はもうトイック800あったんですけど大学生の方なんですけども トイク900の壁を越えられないって言ってたんですけども,常々、ね、ててもまあ12回しかトイックのテストを受けてないんであのそもそも壁があったのかどうかっていうのを検証するのが難しいんですけど彼曰く彼の心の中にはその「休約」っていうのが一つの壁であってなかなかそこの点数そこまではすぐ行けたんだけどもその後が難しいって言ってたんですよねでも彼がやったことはパート5対策のみでトイック休約の壁を突破したんですよね 彼がスコアを取れなかったのはパート7の部分なんですよ。パート7は、あの、トイックのス,スキル、あの、トイクの知識ない人のために言うと、パート5っていうのは、まあ、文法問題とか、えー、語彙問題って言われてるやつなんですよね。そこには難しい副文がたくさん用意されてるんですよ。で、長文っていうのは僕たちがよく知っている、今までも何回も解いてきた、あの、リーディングの問題ですよ。長文が用意されていて、で、説問が用意されていて、例えば、 この文章のメイントピックは何ですかとか、トムさんが次にする動きは何ですか次にするあの、アクションは何ですかとか聞かれてそれを英文中で探すみたいな。そういうのがパート7なんですね。で、パート7で点数取れてなかったんですよ、この方は。でも、パート7の点数を取るために、パート7の勉強をしたかと思えばそうじゃなくて、パート5の対策だけをしたんですよね。で、彼曰くね、後でね、一緒にね、まあ、これあのー、 渋谷で飲んだ時にパート5読めればパート7の長文は楽勝ですよって彼言ったんですよねでもこれ聞いた時ああなるほどなと思ったんですよねパート5の方が難しいんですよ英文自体はねだその英文をねしかも副文がたっぷりあるんですよパート5って本当に副文のオンパレードなんで,でそこで理解できるようになればあるいはパパパッと英語の意味を取れるようになれば パート5のその文章を何回も何回も繰り返してパート5を簡単に理解できるようになればパート7の長文は本当に簡単に感じましたっていうことですね。パート5は副文のオンパレードなんですよねさっきも言ったように。だから副文対策にもってこいの教材つまるところ英語脳を作るのに最高の教材なんですよ。で僕はあの別にトイックの受験を勧めてるわけじゃないんですけどあのー、もしね 僕の今から言うおいしい話に乗っかりたければパート5の対策をするのをパート5の対策っていうか副文ですね副文を何個も読むのがおすすめですねなぜならトイックでハイスコアも保証されますし英語能の育成にもなるとこんなおいしい話はないって話なんですけどもまあねトイックの点数なんていらねえぜって人は全然おいしいおいしい話に聞こえないだろうしトイックの点数をね本当に喉に喉から手が出るほど欲しい人は 美味しい本当に美味しすすぎる話なのかと思いますね僕のまとめを言うと英語量英語量じゃなかったごめん英語能っていうのは量でしか量からでしか生まれないんですよね。たくさんその量をこなすことによって自分の頭の中で「英語ってこんなもんなんだ」みたいなそういう感覚そういうのが出来上がってくるのはやっぱり一定の量をこなした人にしかできないことなんですよね。 でその量ってどのくらいですかって言われるとそんなの僕があの1万時間の法則ですみたいなその言えるわけないからたくさんやってくださいとしか言えないんですけどもとりあえずあの分かってほしいのはあのあなたが思ってる以上に英語は量やんなきゃダメですねそれは長文に関してもリスニングに関してもあなたが思ってる以上にあの英語をやんなきゃな英語にたくさん触れなきゃその自分がなりたいって思っている領域には行きたいとか 行きたいと思っている領域なりたいと思っている姿にはなれないと思いますね結構やってくださいってことです僕が留学中に使ったフレーズ僕これ言われたんですよね I think I'm addicted to、you. be addicted to 何々でなりたいであの何々に依存してるとか中毒だよって意味でしょであなたに中毒みたいって言われたわけこれ日本人からすらも言,え言われないでしょ でも僕これ外国人から言われたんですよ。すごくないですか激モテじゃないですかこれ僕フィリピンのスタバにいる時にゲイから言われたんですよね。えー、This is English か。英語通信講座で検索してくれると多分2位にいます。あの、ぜひ1位にするお手伝いお願いします。みんなあの僕のこの今から言うこの URL をね、そこら中のブログに貼ってくれれば僕たちのサイトが1位になってあなたのためにより見つけやすいサイトになるのかなと思っております。 今日の復習 PDFMP3 欲しい人はメールマガ登録後自動返信される、えー、メールの中にこ自動返信とか言うとまずいな。いいか <laughs> 自動返信されるメールの中に、えっと、パスワード入っているんでそれを突っ込んでくれれば、えー、通学中通勤中に iPod で聞ける iPod シャッフルで聞ける復習音声がもらええー 線に乗っている時に iPad を開いて僕の復習 PDF を見ることもできると素晴らしすぎませんか今日言ったことこれ復習してくださいね、えー、トイック400から2週間で785行ったんですよ僕はでそっからそっからじゃないですねゼロからスタートして3ヶ月で840 6ヶ月で910取ったんで英語教育論的なことを話せないけどもそのスコアアップとか効率よく英語の力を上げるみたいなことを語れるのかなと思ってます 僕の名前は石崎力也でした。どうもありがとうございました。